もう1年以上前になるんですけども、映像制作現場の格言という動画をアップしました。今回はその第2弾ということです。前回はこんな格言を紹介しました。今回はこういった格言を紹介します。町も仕事のうち。撮影中にいろんな事情で待機させられることがあります。これを待ちと言ってるんですけども、役者待ちとか照明のセッティング待ちとかいろいろありますけども、こんな時現場では何待ちという声がかかります。報道やドキュメンタリーの撮影でも取材対象の都合に合わせて撮影しないといけないわけですから、現場で待たされることは多々あります。早く撮影したいのにこういう時はイライラするんですけども、そんな時先輩から待ちも仕事のうちと声をかけられたことがありました。なおこれに関しては制作現場の待ちという動画をアップしてますので、そちらの方もご覧ください。子役は主役を食う。これは映画やドラマの制作現場で古くから言われていることですね。子役が出れば全て当てはまるということでもないんですけども、子役の演技というのは自然体といいますか、そういうものが役にはまればどんな演技力のある役者でも食われてしまう、つまり視聴者の感じる印象は子役に集中してしまうということです。これは子供だけでなくて動物タレントにも言えることかもしれません。助手に不可能はない。ナポレオンが言ったとされる我が輩の辞書に不可能の文字はないをもじったものだと思います。現場によって AD に不可能はないとかいろいろ言い方あるんですけども、若いスタッフに言われることが多いですね。要するに言われたことはどんな理不尽なことであっても実行しろということで、助手に人権はないとか言ったりもしますけども、こういうことばかり言ってると若いスタッフはどんどん現場から離れていくことになるかもしれません。保険で撮る。例えば風景を撮るとき、その日が曇りで撮影にあまり適した状態ではなかったとします。さらにもう一度この現場に来る機会があるというときは、その日の撮影はやめて次の機会を狙うということになるわけなんですけども、次の機会が絶対に今よりいい天気であるという保証はありません。そこでとりあえず今撮っておく、これが保険で撮るという意味です。次の機会により良い状態で撮れれば今日撮った映像は捨てればいいですし、次の機会にあまりいい状態ではなかったとしたら今日の映像が使えるということになるわけです。ただどんな状況であっても保険で撮った映像というのは最高のものではありません。できるだけ使いたくないですね。人は誰でも2本シナリオを書くことができる。これは誰が言ったんだかちょっとよく覚えてないんですけども、映画の世界では有名な言葉です。一つは自分の体験したことをそのまま書くということ、もう一つは全く自分の知らない世界を想像力を働かせて書くということ、これで2本は書けるということなんですね。まあこれとていざ書いてみるとなかなか書けるもんではないんですけども、行き詰まった時なんかはチャレンジしてみてください。綺麗な映像を撮る素人は多いが、綺麗な音を撮る素人は少ない。ビデオキャメラは安価で高性能なものが出回っています。またスマホにも 4K 撮影できるものもありますし、少し練習してコツを覚えれば綺麗な映像というのは誰でも撮れるものなんです。ただそれに対して音をきちっと撮るというのは非常に難しいです。例えばイベントの記録撮影では適当な台数のキャメラで撮影をしておけば編集でメリハリのある映像コンテンツを作ることができますけども、その音をキャメラのマイクだけで拾ってたんでは反響音とかざわめきの音とか肝心の音がなかなか綺麗に撮れるもんではありません。音を綺麗に撮るためにはそれなりの機材の選択、それからマイクアレンジとかミキシングのテクニックが必要になってきます。これがこなせる素人はなかなかいないということで、逆に言えばそのあたりがプロの領域なんかもしれません。まず絵はがきで撮る。観光地とか有名な場所で撮影するときはまずその地域で売ってる絵はがきと同じ構図の映像を押さえておこうという意味です。これは絵はがきショットとか定番ショットとか呼ばれています。
撮影の仕事をしているとそんなありきたりな映像より違う視点で撮りたいと誰もが思うでしょう。それをやってこそクリエイティブな仕事と言えるわけです。しかし観光地なんかでは多くの人にとってその構図は絵描きやポスターなんかでシンボリック化されているために場所の説明するにはそういった絵描きショットの方がより分かりやすいわけです。こういった場合ベテランのキャメラマンはまず絵描きショットを撮影する、それから自らの判断で違ったアングルを撮影するということを必ずやっています。ドキュメンタリーはまず嘘のつき方から学べ。これは私の著書に書いていることなんですけども、ノンフィクションを制作する場合事実を曲げずにありのままを伝えるということが原則なんですけども、撮影や編集すること自体そこには演出意図が必ず入ります。つまり映像はいとも簡単に嘘をつくことのできるメディアであるということなんですけども、それを十分知った上で制作に取り掛かってほしいという点から、ノンフィクションを学ぶ人に対してもまずフィクションの制作技法を教えるようにしています。事実を伝えたつもりでも視聴者は違う印象を持ってしまうかもしれません。しかしフィクションの制作技法を知っていればどうすればどういう印象になるかということがわかるわけで、無意識のうちに嘘をついてしまうということを回避できるということです。止まなかった雨はない。若い頃山陰地方をロケしている時に梅雨の季節ということもあったんですけども、雨が止む気配が全くなかったということがありました。その時先輩から言われた言葉です。山陰地方は天気が結構コロコロ変わるんですね。大雨が降っていても急に青空が出るということもあるらしいということで、待ってたら本当にそうなりました。ここからは有名人の言った言葉で共感したものを紹介します。まずスティーブン・スピルバーグですね。自分の映画を夢見てはいけない、作るのだ。映画を作りたい作りたいと言ってるのに何も行動を起こさない人って結構います。作るための行動をしないと先には進めません。何も真似したくないと思うものは何も生み出さない。真似したものは創作物ではないという人は多いと思いますし、実際そうですよね。ただ若い頃はいろんな映画のいろんなシーンを真似することって結構ありました。真似することによって構図とかカット割りなんかを分析することはできます。コピーすることが必ずしも役に立たないとは思いません。これはサルバドール・ダリ、シュールレアリスムの巨匠の言葉ですね。一筋二抜け三動作。映画監督牧野省三さんの有名な言葉ですね。実はこれいろんな解釈があるんですけども、一の筋ですけども、これはシナリオの意味ですね。シナリオが良くないと映画は良くならないということです。二の抜けは撮影や現像処理のことです。これに関しては今の人はちょっとピンとこないかもしれませんけども、現像処理によってコントラストの甘い映像になったり光がかぶったような映像になったりすることも多かったようです。やっぱり見やすい映像というのはそのあたりがきちっとしてないといけないということなんですけども、この抜けの解釈にはいろんなことがあるようなんで、まあ、あまり断定的に言うのは控えます。3の動作、これは役者の芝居のことですね。牧野省三監督はこの3つを映画制作の3大原則としています。グランプリってなんや。これは格言というよりエピソードみたいなもんなんですけども、黒澤明監督の羅生門がベネチア国際映画祭でグランプリを獲得した時に、制作会社大映の社長であった永田雅一の第一声はグランプリってなんやだったんだそうです。国際的な映画祭のことなんか全く知識がなかったということですね。実は羅生門のクレジットには永田雅一の名前は入っていません。永田はこれ以降大映の作る映画には最初に制作永田雅一の名前を入れるようになったという逸話もあります。まあ格言というわけでもないんですけども、経営者レベルの人であれば映画の国際性とか周りの状況とかきちんと情報収集しといた方がいいのではということで、まあこれを紹介したわけなんですけども、実際制作会社の経営者の中にも映画祭の情報なんかに疎い人って結構います。
まあ、今回はこれだけなんですけども、前回にも言ったんですけども、格言というのはどんな状況でも当てはまるというものではありません。本当に参考にという程度で考えてください。